さんこんにちは。こんにちは。森沙織です。小助です。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日は、はい、土佐市にある生姜畑にやってきております、うん、ねえ、すごいねこの山々、なんかのどかでいいですね。すごいよ。生姜農家さんで実際に生姜を掘ってみようと、はい、農業体験、はい、頑張りましょう。いやちょっと 人生初ではないんですけど、いやちょっと 人生初ではないんですけど、あなんかバラバラになった。バラバラになっちゃったよ。すごい、すげえ、高知さんの。どうですか、高知さんの生姜。重みはどう？すごい、重たいよ。でももうこれ高級品だからね、もうあの宝石のように扱ってね。はい。完全に宝石ですよ、うん、取れたての高知県産生姜。うん。ありましたよ。生姜見つけた。親生姜やった。どうしました。この部分が今日は新生姜になるやつですね。でここがいわゆる親生姜。はい、すったりするのは親生姜ですね。親生姜、ガリとかに、ガリとかに使われるのが新生姜。これ詳しいですよ、僕らより。すごいね。始める気ね。美しい宝石を、宝石の原石を磨いてるようだね。土から出てきては黒かったな、こんな綺麗に。さっき土から出てきたばっかですからね。そう、贅沢。ちょっと待ってください、これ向こう向きだ。お湯が、もうできたんちゃいます。やばい、できすぎましたね。やばいよ、これ 手で開けれるかな。そうそうちゃん、行きます。開けてみよう。じゃーん、大丈夫。じゃーん、美味しそう。青空の下で湯豆腐ですやん。こんな畑の真ん中でさ、はい、湯豆腐ですよ。最高ですね。これ最高ですよ。しかもさっきの取り立ての生姜もあるんで。これも料亭の雰囲気やん。もう盛り付けたのを早速、はい、待ってみてください。取り立ての生姜ですからね。生姜がめっちゃいいアクセント。でしょ、高知県産ですもん。取れたて。うわ、こんなさっき土の中にあったやつなんか、これ初めてですよ。高知県人でもこんな食べ方は絶対。ちょっとまずは生姜だけから。これ
平気で食べたの、はい、すっごい風味とパンチ力がパンチは確かにすごい、なんか、うん、生姜にぶん殴られた感じですパンチは、いただきます。うめえ、おいしいね。美